こんにちは、スクールビズの千葉です。本日はフィリピンセブ島にあるキュリオスワールドアカデミーのクロエさんにお越しいただき、学校の話を伺っていきたいと思います。クロエさん、本日はどうぞよろしくお願いします。キュリオスワールドのクロエと申します。私自身はセブ島に初めて留学を、英語力ゼロのところから、そしてその後ニュージーランドやイギリスに行って勉強したり、あとは就業の経験を経てまたセブ島に戻ってまいりまして、今はキュリオスワールドでスタッフとして働かせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。まずはですね、閉校の簡単な情報からなんですが、閉校はですね、立地がマッタンセブ国際空港から車タクシーで15分のところに来ておりまして、また市街地のアヤランホール等があるところからもですね、車で20分ほどとなっておりますので、アクセスがしやすい環境にあるというのが特徴です。学生店がですね、100人ほどとなっておりまして、大規模校に比べるとですね、多少小規模かなと思うんですが、閉校の一つ大きな特徴が、日本人スタッフがですね、他校に比べて圧倒的に多いというところがあります。今ですね、社員マネージャーが4名おりまして、インターンが今2名と書いてあるんですが、今日新しいインターンも加入して、インターンも3名おりますので、サポート体制が万全になっているっていうのも特徴となっております。また閉校のですね、校舎は2014年に完成した、比較的ですね、綺麗で新しい校舎となっておりまして、もともとこのビルのオーナーが日本人的にですね、建てた建物となっておりますので、家具等もですね、私たちの校舎に併設してある家具屋さんでオーダーメイドで作っていたりとか、ちょっと施設にもこだわりがあります。すごいおしゃれですよね。ありがとうございます。まず閉校の特徴として、渡航にですね、ご希望する方に関しましては、渡航前カウンセリングというものを実施しております。事前にテストを受けていただいて、テストの結果を弊社のカウンセラーと確認をしていただいて、生徒さんのレベルに合う教科書とかをですね、一緒に選定をしていただいて、例えば生徒さんによっては文字がいっぱいあるものだと、それよりかはもっと表があったり絵があったりするようなものの方が私は勉強しやすいんだよなっていう方もいらっしゃると思います。そういう方に向けて、先にですね、教科書の中身が見れることによって、生徒さんのニーズに合わせた教科書選定っていうところもできる形になっております。またレッスンの質っていうところなんですけれども、閉校ですね、2022年にオープンしました新しい学校にはなるんですね。やっぱり新しい学校だから、まだまだちょっと授業の質とか、先生ってまだ経験がない方の方が多いんじゃないかって言われるようなこともあったりするんですけど、もともと弊社はオンライン英会話っていうところをずっとしてきておりまして、先生実際に働いてた講師もオフラインで今働いておりまして、新しい先生ももちろん雇ってはいるんですが、その新しい先生をですね、トレーニングしている先生というのが、和行地域での経験豊富な講師陣が、いわゆるアカデミックマネージャーと私たち呼んでおりますが、がトレーニングを担当しております。で、彼らから厳しいトレーニングを受けた先生方のみが生徒さんの前に立って授業を提供させていただくという形ですので、授業の質に関しまして、私たちは新しい学校だからといって質が悪いというわけではないです。また特徴の3つ目として、安心の学習環境ところがありますが、閉校は日系の学校ですので、日本人の生徒様に寄り添った環境づくりを目指しております。特徴としまして、セブ島ではちょっと珍しいんですが、トイレットペーパーがですね、流せるトイレとなっておりますので、ゴミ箱に入れることなくトイレットペーパーも流せるトイレですので、そこ結構日本人の生徒さん、特に女性の方にはすごく喜ばれるポイントかなと思っております。また特徴の4ではですね、継続した英語学習というところもございまして、4週間以上留学された生徒様のみにはなるんですが、オンライン英会話のプレゼントがございます。こちらもご希望の方には案内をお送りしておりますので、留学後もですね、継続して英語学習ができるっていうところもポイントとなっております。また閉校ではどういった生徒さんに向いているのかっていうところなんですけれども、閉校のここまで大きい建物じゃなくって、プールですとか娯楽施設、例えばビリヤードがあったりとかするような環境ではないんですが、その代わりですね、本気で勉強したい方に向けてコスパよく授業を提供するっていうところを僕軸としております。バギオって結構 IELTS や試験対策をもうがっつりしたい方とか、大学進学を控えていらっしゃる方とかが結構スパルタ式の学校が多いような印象なんですけれども、そのバギオスタイルの学校をこのセブの立地でできないかっていうところから始まりました。
セブ島のこの環境ってすごく娯楽施設が多かったりとか、あとはそのリゾート環境っていうところもあって、ヘイコの立地はリゾートがたくさんあるマクタン島ともかなり近いので、週末はですねそういうセブ島ならではのリゾートを楽しんだり娯楽施設に行ったりとかするようなこともできますし、ただ平日はですねヘイコでは門限もございますので、平日はですねしっかり勉強をしていただいて、週末は思いっきり遊んでいただくっていうところをコンセプトとしております。バギオのいいところとセブのいいところを合わせ持ったような感じですね。そうですね、新しい学校のスタイルなのではないかなと思っております。先ほど申し上げました、あの渡航前のフローに関してですが、基本的にお申し込みをまずいただいて、その後ですねレベル診断テスト、こちらは選択制にはなります。現地で受けていただいてもいいですし、事前に受けていただいてもいいですが、その後学習カウンセリングを受けるかどうかも基本的には選択制となっております。この学習カウンセリングを担当するのはですね、弊社の日本法人の英語学習カウンセラーっていうので、教科書のご案内であったりとか、テスト結果のもとにどのような、例えばスピーキングがちょっと弱いかもしれないのでスピーキング特化したクラスをちょっとスピーキング多めに入れましょうかとか、そういうところを弊社のあのカウンセラーとお話をしていただいて、日本法人とこちらのセブ現地が連携して生徒様の英語学習をサポートさせていただくような形となっております。基本的に所要時間は15分程度となっているんですが、まあ、その中でですねいろいろ留学について英語学習についてですね何か質問がある場合は気軽にしていただければと思います。またその他にもですね、動画のような便利学習できるようなものもリンクを送らせていただいておりますので、そちらを活用していただいて、なるべくですね日本でできる、一人でできる勉強は先にしていただいて、現地で先生と勉強する準備をなるべくしていただければなと思っております。これは事前のカウンセリングでこれを強化した方がいいとか相談に乗ってくれると思うんですけど、それによって同じコースでも中のカリキュラムは人によって変わるっていうことですか？そうですね、教科書自体も ESL コース、総合英語講座としてもいろんな種類を取り揃えておりまして、例えば高校生用とか大学生、社会人向け用とかいろんなものを揃えておりまして、生徒様自身の留学後の目標に合わせて、じゃあどういう授業が必要なのか、例えばワーキングホリデーに行く方ですと、やっぱりスピーキングをする機会とかすごく多くなってくると思うんですけれども、そういう方にはやっぱりスピーキングに特化したような授業を組んだりすることも可能ですので、そういうところをですねカウンセラーにぜひご相談いただければなと思います。特徴2のレッスンについてですが、先ほどもちょっとご紹介させていただいた通り、多くのですね高等教育機関が集まっている和行地域の語学学校の先生のみではなくても、先生を指導する幹部にいた講師等も私たちのアカデミックチームにおりますので、アカデミックチームが結構独自のですねカリキュラムを組んで授業を提供させていただいているような形です。結構では多くのですね学校法人から導入実績がございますので、安心していただければなと思っております。またカリキュラムを作っている先生たちはほとんどがこのテストっていうものを修了しておりまして、英語が上手いだけではなくて英語を教えるのが上手いところがあります。平行のアカデミックチームから講師陣に英語をどうなったらうまく教えられるのか、審査の方にもどうなったら英語を効率的に教えられるのかっていうところをトレーニングを日々行っております。このようにですね多くの教育機関の方々にご利用いただいた実績もございますので、特にですね試験対策のコースではかなり評価をしているような形となっております。また平行の特徴としてはですね、かなり教材にこだわりがあります。セブ島の学校さんですと割と前のエディションを使ってらっしゃったりとか、あとは例えば最近のトピックを使ってコンバセーションしましょうっていうようなクラスで、結構昔の話題とかを最新のお話として取り上げられてるところとかもあったりするかなと思うんですけれども、私たちでは最新のエディションを使うようにしております。でメインはですね結構有名なケンブリッジ・オックスフォードの教科書を使っておりますので、また英語のレベル分けもですね、このセファールっていう国際基準の英語や他の語学力を測るような指標があるんですが、そちらをもとにレベリングもさせていただいておりますので、特徴となっております。学校のレベル分けは6段階って感じですか？学校のレベル分けはですね、この中にあるものをさらに細かく刻んで10段階となっておりまして、細かく生徒さんのレベルを分けて、グループクラスともなるべく同じようなレベルの方が一緒にクラスを受けられるように配慮をさせていただいております。また先ほど紹介させていただきました高校生や大学生に向けての
教材であったりとか、社会人の方に向けての教材であったりとか、いろんな教材それを揃えてまして、これもですね、すべてケンブリッジ・オックスフォードの教材とはなるんですが、ヘッコでは入学してから1冊目に受け取る教科書っていうのが、入学金に含まれておりますので、1冊目はもう無料でお渡しをする形になっておりまして、ヘッコではですね、教科書のコピー版ではない本物も1冊目にお渡しをしております。こちらもですね、例えば絵とかグラフがあっても、白黒だとすごく見づらかったりとか、コピーの質が悪いと荒かったりとかあると思うんですけれども、結構ではそういうところにこだわりがございます。いいですよね。毎日使うものだから、そういうのでモチベーションとか下がっちゃったりも多分すると思うんですけど。そうですね。私自身も白黒の教科書だと、個人的にすごくテンションが落ちてしまうので、カラーの教科書を自分が使うにしてもすごくモチベーションが上がるので、生徒さんからもそういうところでご好評いただいたりしております。でそれ以外にも試験対策の国際基準の教科書を使わせていただいておりますので、こちらも1つ目は本物の教材をお渡ししております。立地に関してなんですけれども、冒頭で申し上げました、マッタン国際空港とセブの市街地、IT パークですとか、大きいショッピングモールがアイラモール、どっちにもアクセスがしやすいような真ん中に位置しているんですね。で、周りはすごくガヤガヤしてるわけではなくて、閑静な住宅街が広がっているところに行っておりますので、基本的に24時間空いてるお店が近くにあったりとかっていうわけではないので、静かな環境で生活をしていただけるかなと思います。こちらよく生徒さんからご好評いただく部分ではあるんですけれども、結構はインチュランスクエアモールっていう中型ショッピングモールの中に学校がの建物が入っているんですね。なので徒歩2、30秒ですぐにこのモールまで行けてしまうんですね。このモールが本当にすごく便利で、こちらインチュランスクエアモールの全体像になってるんですけれども、スーパーマーケットフィリピンとおなじみのセーブモアがあったりですとか、あとこのスーパーマーケット内に換金所もあるんですね。なのでわざわざ遠くに行ったりとかタクシーで移動したりしなくてもいつでも換金がしやすいっていうメリットがございますので、それはすごく生徒さんに喜ばれるポイントではあります。また結構でランドリーショップと提供しておりまして、こちらも3キロで90ペットで出しますので、こちらもですね学校の校舎から1分で行けますので、すごく便利な環境になっております。それ以外にもですね、薬局であったりとか、あとはいろいろ飲食店ですね。フィリピンならではの屋台ですとか、あとはカフェも2店舗入っていたりしまして、まあ、基本的にですね、このモールに行けば何でも揃うような環境にありますので、生徒さんからご好評いただいている部分ではあります。警備体制とかも、私たちのビルディングと同じような警備体制が敷かれてますので、すごく安全な環境で生活をしていただけます。留学ライフがしやすそうな環境ですよね。平日にこのインスラモールに行かれて実践英語としてカフェで注文してみたり、スーパーマーケット内で何か探してるものがない時に店員さんに英語で聞いたりとか、学んだことをすぐに実践しやすい環境っていうところもありますので、いい環境かなっていうふうに思います。日本人にもともとですね、向けて作られたこのビルディングになりますので、中がですね、トイレットペーパーが流せたりとか、家具がオーダーメイドであったりとかするところも特徴になっております。また、校舎内にですね、1階に提供しているカフェがありまして、そちらでビュッフェ形式で食事を提供させていただいておりまして、飲み物とかもオーダーすることができますので、すごくコーヒーとか美味しくて、生徒さんにご好評なカフェになっております。ラウンジっていうところがあると思うんですが、このラウンジにちょっと小さく見える、この液晶がこれテレビになってるんですね。このテレビでネットフリックスを視聴することができますので、夜10時までにはなるんですが、結構生徒さんここに集まってですね、皆さんでネットフリックスをもちろん英語で見ていただいたりとかしてますので、結構憩いの場になっているかなと。あります。このレッスンブースっていうところをちょっと見ていただきたいんですけれども、クロータイプのレッスンブースとなっておりまして、こちらはですね、リスニングのクラスとか、試験対策でかなり集中して勉強しないといけない方とかは、この3階を使われたりとか、あとはその騒音が気になる方、提供させていただいてるんですけれども、結構4階にはですね、オープンタイプのレッスンブースもございまして、オープンタイプではですね、周りが少し音がするような環境にはなるんですけれども、入学初日とかに先生といきなりクローズタイプの教室で勉強するのは少し緊張するであったりとか、やっぱりそういう環境に慣れない方っていうのもいらっしゃるっていう声を生徒さんからいただきましたので、2種類をご用意しておりまして、オープンタイプで周りの声とかも聞きながら、開放的な空間で勉強したい生徒さんは4回。で集中してクローズタイプで勉強したい方は3回っていう風に選べるように
なっておりますので、ここも特徴かなと思います。日によってとかカリキュラムによって変えることもできるんですか？基本的には最初決まっているんですけれども、コースの変更が1ヶ月に2回可能でして、先にカウンセリングの時にもし言っていただけましたら、その時にクローズタイプがいい、例えばオープンタイプがいいです、クローズタイプがいいですっていうご要望にはなるべくお答えしますし、レッスンブース、これ芝生引いてるんですかね？そうなんですよ。3階はですね、芝生を使っていただいてまして、でも最初芝生を敷くっていうのを聞いた時に、大丈夫かなって思ったんですけれども、この白を基調としたレッスンブースと芝生もすごく明るいので、すごくですね、明るいコースターになっておりまして、生徒さんからですね、すごく立ち入りやすいとか、明るくて素敵ですねって言われるようなこともございます。ぜひ気になる方の実際にね、現地で見ていただける。あ、ぜひ。セキュリティ面もかなりしっかりしておりまして、建物自体のセキュリティガードと、店舗のセキュリティガードが2名24時間体制で勤務しておりますので、店舗のこの建物では、一般のお客さんもこのレストランに食事を召し上がられに行ったりとかすることもあるんですが、先にですね、セキュリティから厳しいチェックが入りますので、その点もちょっとご安心いただければなと思います。宿泊施設なんですが、実際のホテルとして使われているようなお部屋も、一応並行の宿泊施設として使用しております。1人部屋から6人部屋までございまして、1人部屋に関しましては、シングルベッドのみのお部屋の用意がないので、1人部屋をでお申し込みいただいた方に関しましては、2人部屋をお一人で使っていただくような形になります。また、男性のみの受け入れとはなるんですが、6人部屋も並行ではご用意がありまして、ただですね、バスルームが1つであったりとか、4人部屋と同じ大きさのところにもう1つベッドを置いてるっていうところで、すごく低価格で提供させていただいておりますので、6人部屋も一応ご用意がございます。また、ウェルカムセットが充実しているっていうところもございます。並行では日曜日の14時以降入寮が可能となっていますが、初日の月曜日までの間ですね、例えば空港で換金をしてなかったとか、あとは一人でちょっと換金に行くのがまだちょっと不安がある方とかだと、買い物に行けなかったりする方とかもいらっしゃると思うんですね。そういう方のために初日の月曜日までのオリエンテーションまでの間に困ることがないように最低限のウェルカムセットというものを準備をさせていただいておりまして、中身に関しましてはお部屋の人数分のお水とトイレットペーパーとシャワージェルと歯ブラシ、歯磨き粉と、あとちょっとこれ結構珍しいと思うんですけど、バスタオルも準備をさせていただいております。でこちらは生徒様一人一つとはなってしまうんですが、もし足りない場合はですね、初日の月曜日のオリエンテーション後にインスラスクエアモールに並行のスタッフと一緒に行ってお買い物する時間がありますので、その際に追加で購入していただければなと思うんですが、このバスタオルもですね、週に1回新しいものに交換をしてさせていただきますので、こちらもウェルカムセットが充実しているというのも並行の特徴かなと思います。トイレについては先ほども申し上げました通り、トイレットペーパーが流せるトイレですし、もちろんですね、温水のシャワーが出まして、水圧もある程度フィリピンの中ではある方ですので、日本人のお生徒様にもご満足いただけるのではないかなと思っております。また食事に行きましてですが、1階のですねレストランと提供しておりますので、こちらで生徒さん食事を召し上がりいただきます。月曜日から金曜日は3食朝昼晩提供させていただいているんですが、土日とはですね朝食のみとなっております。ただ並行では隣接のモールがありまして、たくさんのレストランがありますので、土日は学校のご飯じゃなくて好きなご飯をですねお召し上がりいただいております。時期によって生徒さんの人数が少ない時はワンプレートの時もあるんですが、基本的にはですねビュッフェスタイルで提供をさせていただいております。こちらにちょっとビュッフェのお写真があると思うんですが、たまにチャーハンになることもあるんですが、ご飯とお肉やお魚などのおかずと、あと2品ですね、お野菜であったりとかパスタであったりとかが提供させていただいておりまして、必ずですね毎食フルーツとあとお水とジュースが選べるようになっておりますので、結構ですね味も美味しくて、私たちもこちらのお食事を毎食召し上がっているんですけれども、毎回レストランに対してフィードバックをさせていただいているような形になるので、常にお食事も改善をさせていただいているっていう形で、セットにも結構満足いただいているかなというふうに思っております。写真のが美味しそうなんですけど、これやっぱり日本人向けの味付けアレンジだったりするんですか？一応レストランのスタイルとしては洋食にはなりますので、日本食も食べたいという生徒さんが好きなホラーお声は聞いているので、そういうリクエストも今後はしていこうかなというふうには思っております。
これは授業が終わった後とか土日も普通にカフェとしては使えるってこと？もちろんです。もしもフェスタイルの中でちょっと食べたいようなお食事がなかったりとか、別のちょっとご飯も食べてみたいなっていう時は、このレストラン自体が持ってるメニューもあるんです。例えばオイルのパスタであったりとか、あとはご飯系の料理だったりとか、結構いろんな種類の料理があるので、そちらもちろんオーダーしていただくことも可能ですし、飲み物もですねかなり充実していて、それこそフラペチーノとか、マンゴーシェイクとか結構ありますので、休み時間とかにですね買いに行かれてる生徒さんも結構いらっしゃいます。結構ね、食事って言った時に合わないとめちゃくちゃ困りますけど、そういうフレキシブルさがいいですよね。そうですね。また帰国した後にですね、オンライン英会話をご提供させていただくというものなんですけれども、空き状況にはよるんですけれども、セブで実際に対面で授業を行っていた講師を選ぶことも可能です。で、ここも継続して英語を学習されたい方にはすごくおすすめのポイントとなってまして、4ヶ月以上お申し込みいただいた方はご案内をご希望の方にはお送りをしております。現在ですね、留学中の進捗レポートとして、模擬テストの結果ですとか、あとレベルアップテストの結果をですね、次の日に詳細を生徒さんにお渡しをするようにしていて、並行では毎週木曜日に ESL コースやビジネスコースの方と選択制で模擬テストを行っておりまして、試験対策コースの方ですと必ず受けていただくんですが、こういうような模擬テストの結果ですねをちゃんと詳細としてお渡しをしております。スピーキングが弱いんだなっていうところとか、あとリーディングが良かったので、ライティングはできたんだなっていうところを見える化してお渡ししておりまして、でそこについてもし質問がございましたら、オフィスのアカデミックスタッフにいつでも聞けるような環境になりますので、自分の感覚で多分できたな、多分伸びたなではなくって、そこを可視化することによってしっかりご自身の英語力の伸びを把握していただくっていうところにこだわりがあります。卒業証拠もですね、出席率が 80% 以上の生徒様にはぜひお渡しをさせていただきます。コースについてなんですが、授業内容とですねコースを選ぶような形になっておりまして、授業内容につきましては総合英語、いわゆる ESL と言われる授業内容と、あと試験対策ですね、 IELTS、TOEIC、英検、あとするって結構今セブ島だと授業を提供する学校さんって少ないと思うんですけれども、アメリカやカナダの大学留学をする際とかに結構使えるフォアがてかトーフルとなっているんですが、トーフルもですね並行では提供がございまして、模擬テスト自体もこのトーフルの試験自体が紙ではなくてパソコンで受ける試験なので、こちらも模擬テストのパソコンで受けていただくような形になります。トーフル対策したい方はですねぜひちょっとおすすめなんですけれども、それとあとビジネスコースもご用意がございます。で、授業の時間数について4つからお選びいただけまして、このライトコースっていうものは ESL の生徒のみにはなるんですが、試験対策やビジネスコースの方をスタンダードからスーパーインテンシブまでをお選びいただきます。例えば3ヶ月後にアイレスの試験、このスコアを必ず取らないとはいけないので、もうがっつり集中して勉強したいという方はスーパーインテンシブを取られる方もいらっしゃいますし、スタンダードコースが一番人気のコースとなっているんですけれども、全員レベルに関係なくスペシャルレッスンっていうのがございまして、こちらは日常の英会話を言い回しを学んだりとか、あと映画を使いながらアクセントだったり歌をですね使いながら発音を矯正していくようなクラスなど、様々なクラスを提供させていただいておりますので、皆さんが楽しんで勉強していただけるように設定をさせていただいております。このスペシャルクラスの特徴として、普段ですね講師にトレーニングをしているアカデミックチームのマネージャー陣がこのスペシャルクラスを担当しておりますので、質の高い授業がですね受けられるっていうのもこのスペシャルレッスンの特徴となっておりまして、こちら選択制となるので全員受けなくてはいけないものではないんですが、かなりのですね数の生徒さんがスペシャルクラスを受けてらっしゃいますので、こちらもぜひ受けていただけたらなと思います。ぜひ活用して英語力アップに使っていただきたいんですよ。ご並行の特徴として模擬テストというものを ESL やビジネスコースの方でも受けられるようになっておりまして、試験対策の方は必ず必須で毎週木曜日の夕食後19時からですね受けていただくんですが、 ESL やビジネスコースの方でももしも自分の英語力を測りたいという方に関しては選択制で申し込みしていただけたら無料で模擬試験をご提供をさせていただきます。試験の内容につきまして詳細を発行させていただきますので、自分の英語力の見える化っていうところも測れるように
なっております。勉強したい方にはですね、どん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 勉強ができるようなスペシャルクラスだったりとか、この模擬テストだったりとか、意欲のある生徒さんにはですね、積極的に勉強していただけるような環境が整っております。またこの選択制で受けられる渡航前レベルテストっていうところがあるんですが、基本的にですね、ヘイコオリジナルの試験を使わせていただいておりまして、このケンブリッジやオックスフォードの試験をもし適望であれば受けていただくことも可能なんですが、ヘイコの独自のテストであるとより正確にレベルを測っていただくことができるので、ぜひ渡航前に試験を受けていただければなと思います。渡航後にですね、受けていただく方は全員ヘイコのオリジナルのテストを受けていただきます。こちらも選択制ではありますが、日本人のですね、国家資格キャリアコンサルタントが監修しております渡航前の学習カウンセリングというものを実施しておりまして、英語力を一緒に確認していったり、価値化っていうところをですね、カウンセラーと一緒にしていただければなと思います。ヘイコでは基本的にはですね、内部寮に滞在される方がもうほとんどなんですが、外部寮としてトー横インセブとも提携がございます。こちらは朝食がトー横インセブでお召し上がりいただく形になっておりまして、バスタブがついてあったりとか、あとはフロントデスクもですね、日本語が話せるスタッフがいたりとか、日本クオリティのですねホテルへの滞在も可能とはなっております。ただ学校からホテルまでの移動をですね、ご自身でしていただくことになりますので、セブ島に来るのが初めてではない方とか、英語力にある程度自信がある方で施設にこだわりたい方は、トー横インセブを選ばれるのも一つの手かなと思います。移動距離としてはどのくらいなんですか？渋滞にもよるんですけれども、大体15分から20分ぐらいっていう形になりますので、ちょっと朝はですね、早くちょっと起きていただいて学校に来ていただくことにはなると思うんですが、たまにトー横にも選ばれる生徒さんもいらっしゃいます。最後にセブ島で体調を崩されたりする場合ですね、不安に思われる方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、ヘイコでは平日はですね、7時から17時までナースがおりまして、いつでもナースからの診察を受けることも可能ですし、もしも病院に行きたいという場合はですね、兵庫ホスピタルマンダウェイというところにジャパニーズヘルプデスクというところがありますので、こちらに受診いただくことも一応提携がありますので、すぐ分かるようになっておりますので、またこの保障対象も保険会社っていうところにございます。保険に加入していただいている生徒様は現地でお支払いをいただく必要はなく保険でカバーされますので、この辺も安心いただければなと思います。以上でキュリオスワールドアカデミーセブメインキャンパスのご紹介を終わらせていただきます。ヘイコではですね、日本人スタッフが多数おりますので、日系の学校として生徒様のサポートしっかりさせていただきますし、あとは本気で英語を学習したい方には全力でサポートをさせていただきますので、ぜひ各自に会いに並行に来ていただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。トロイさん、ご説明いただきありがとうございました。留学や学校についてもっと知りたいという方は LINE から友達登録いただき、そちらからお問い合わせください。チャンネルの登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。現地でお待ちしております。ありがとうございました。